ははい、えー、こんにちはトレーダーの友です、えー、それでは今回はですね、えー、ちょっと久しぶりになるんですけども、NTT ですね、えー、見ていきたいと思います。えーまあ、NTT ですね、えー、最近ちょっとあんまりやってなかったんですけども、あまりにですねこの株価が堅調すぎて、えー、ちょっと僕もあんまりちゃんと見ていなかったとっいうところなんですが、まあ、すごいところまで、ね、上ってきていまして、まあ、株式分割をした後ですね、えー、一回、押し目を作ったんですけども、ほまあ、なんてことないというところで、高値を今、更新してきているというような状況です。 えまあ直近のですね、今朝のところとかですね、えちょっとお確認をしてからやりますと、おまずですね、第一シャ期ですね、8月ここにか。 9日に発表してますけども位置で30.7%ということで高発進という形になっております今期の予想としましてはですね売上高に関しては少し減収という形になってますけども営業利益それから経常利益に関してはプラス増収と増益という形になっておりますのでまあ、そういったまあですね見通しの中でしっかりと30%を確保してきたっていうところはですねまあ、評価されるところかなという風には思いますまたコンセンサスですね、えー、こちらに関しても コンセンサスを上回るようなあ進捗というところで、えー、こちらのところもですね、やっぱり安定感すごいなというふうに思いますはい、というところですね、えー、ちょっとチャートをですねしっかりと見ていきたいなと思いますがまず突き足からですね、えー、見ていきたいと思います、まあ、突き足すごいですよね、えー、このコロナのところですね、一回押し目を作った後ですね、えー、ずっと堅調にですね、上昇トレンドっていうのを作っているというところで、これだけ長い期間ですね この一度も割ることもないですね、この上昇トレンドラインっていうのですねこれを時ー別で割ってきてない、これは素晴らしい動きかなというふうには思います。 そして、えー、高値のところですね、えー、ここのところを今あ、チャレンジをしているというようなところですけれども、これが180円というところですね。でやっぱりですね、ちょっと信用買いが結構多かったのもあったせいか、ここで25分割っていうのをね、えー、6月末のところでしているわけなんですけれども、やっぱりその影響っていうのはちょっとあったのかなというふうに思っています。それれから、えー、政府のののののののでででですすねね株式売売りり出出しの話っていうのがあ、まあ、出たといううがたととこころで、えー、直近近、ねえー、安値の付近までは売り込まは込 でも、ですね、えー、この159円あるいは160円のところっていうのがやっぱりボトムというところで下ひをしっかりとつけてですね、えー、上昇してきているというところですね。まあ、この陰線に対してですね、2ヶ月かけてしっかりと今アウトサイドしてきている状況ですので、えー、9月まだ残り少なくありますけれども、えー、これがですね、えー、まあほぼほぼ多分アウトサイドする形で引けるかなと思いますのでこのアップトレンドのね、視界は良好というようなところで、えー、まだまだですね、上を目指していく展開というのは期待 できるのかなと思っています。 そしてですね、週足も非常に強いですよね。えー、まあ安値のところでいきますと、ここですねダブルボトムみたいなのをつけて、そこからですね、一段上げたところでもう一回ですね、えー、ここのだいたい今で言うと157円ぐらいですかね。えー、ここのところで、えー、しっかりとですね、足固めっていうのをしてですね、底値をしっかりと確認をしてから上昇トレンドに入っているというようなところですね。で上のところでいきますと、だいたい170円超えたあたりのところですかね。ここがやっぱりいい重たいところで結構上ヒゲでですね、抑え つけられていたところここもですね株式分割のちょうど直前のところで一気にね上まで行きましたけれども、えー、売り込まれたっていうところがありました。で、このねダブルトップのところって結構もうちょっと揉むのかなと思ったら割とすっと上に上がってきたのでこの今の力強さっていうのはですねちょっとここのところの比ではないなというふうに感じています。まあ、このですねさ 同じ値打ちに今いるわけなんですけども、これ全然意味が違うわけですよね。ここの上ヒゲのところっていうのは、やっぱり売り込まれたっていうところの事実を作ってしまったわけなんですけども、えー、今週足っていうところで見ていきますと、ですね、えー、この実体ベースで、えー、この180円付近ですね、179.1円を維持できたっていうことは非常にですね大きい、やっぱこことここでは開発力、それから売り圧力の弱さっていうところがかなりですね認識をされる形になりますので、まあ、来週以降ですね、これを突破 そして180円台にしっかりと入ってくる乗せてくるかそれともですね一旦押し目を作るのかっていうところをですね見ていくフェーズにはなるかなと思いますただ今までとは違ってですね今度はこの172円あるいは173円のあたりっていうのが今までですね抵抗でなっていたところっていうのが今度はサポートとして働きますので、まあ、一旦下落を見せたとしてもですねこのようなところで下げ止れる可能性っていうのは非常に高いのかなというふうに思っています それから冷やしですね、次見ていきますと、冷やしも非常に強いですよね。この上昇トレンドというのがですね、8月の中旬ぐらいからですね、続いていまして、特にですね、この8月末の22日ぐらいからですかね、このあたりからはもうずっとですね、押し目のない状態で一気に上昇というところ、それから金曜日、9月15日に関しては、この中で一番長い大陽線をつけてですね、180円にタッチと。 いうような形で、えー、もうちょっと買い場がですねどこなのかわからないというぐらいですね、えー、一気に上昇してきているかなと思いますただですね、えー、ちょっと上昇のスピードが早すぎるかなというような感じはしているのでやっぱりどこかで一つ押し目が来ないともう一段上のアップサイドっていうのを狙うのは難しいのではないかなというふうには思っていますので一回大陰線をですねどっかで叩く可能性あるいはですね横横で日柄調整 というののどちらか、ですねその値幅の調整もしくは横軸の日柄調整をするというかどちらかの調整っていうのはですね入らないとちょっときついかなと思いますのでその調整っていうのがどんな風に入るのかというのもですね見ていくといいかなと思います。やっぱり年始的にもこの位置っていうのは直近の高値になりますので調整が入りやすい位置にはなるかなと思いますのでこのあたりです、ね、火曜日どんな動きをするかっていうのもですね見極めていく必要があるかなと思います。 でトレードっていう観点から言うと、ですね、やはりこの高値の位置から入っていくっていうのはちょっと微妙で、やっぱりこの高値をしっかりとブレイクした後からですね、入っていかないと、ここでちょっとね、下げたところで入ってしまうと、ただの高値掴みになって、下に押し下げられてしまうとういうような可能性もあるかなと思いますので、えーまあ、基本的には僕はブレイクっていうのを狙っていく投資スタイルが多いので、こういったところですね、上180円を超えてきてからですね、えー 新規でエントリーする、あるいは追玉を入れるっていうような感じでシナリオを描いているというような感じになります。まあ、ちょっと僕もですね最近にさあの枠がです、ね、今年まだ残っていまして何を買おうかなと思ったときに やっぱりこの180円つまり100株で1万8000円ぐらいのところで、えー、考えるとすごい買いやすいですよね、えー、単価がやっぱり3000、えー、とか4000とかの銘柄って結構多いと思うんですけど200030004000こうなると枠的にはですね100株買うと20万30万っていう枠になるのでどうしてもですねこの120万円の枠っていうのを埋めるのに最後ちょっと数枚残ったりしますよねっていうところでやっぱり NTT っていうのは結構そういったところも考えての25分割なのかなと改めてですねちょっとこの に及んで思ったたりもしましまねあと、来年からですね新妊っということで枠が拡充されるわけですけれども、やっぱりその投資欲っていうところで、結構月々で積み立てをする方とかもいると思うんですよね。だから、積み立てをするっていうところで、やっぱりですねその金額的にですねあまり大きい金額をね積み立てられないよねっていうところで考えると、このですね大体1万8000円ぐらいのこの水準っていうのは、まあ、会社員の方とかでも無理なくです、ね、100株ずつ積み立てられたりっていうようなところで、ちょっと心理的にもですね、 このののっっていいいうのはととつきやすす金額帯になるのかなるか思います、まあ、そういう意味で考えても今後、ですねこの NTT が大きく下げる要因っていうのはちょっと今のところ見当たらないなとアップサイドがねい、えー、くことはあっても下げることはないのかなというふうには考えているので、まあ、そういったところで考えてもですね中長期目線で今からですね仕込んでいくっていうのも面白いのではないかなというふうに思っております。 はい。ということでですね、えー、皆さん、まあ結構 NTT ね、見てる方もいらっしゃるとは思うんですけども、今のこの高値の水準ですね、どんな風にお感じになっていますでしょうか。あいろいろね、トレード戦略とかも、えー、もしあればですね、コメント欄で教えてもらえると嬉しいなと思っております。 それからですねチャンネル登録ですね、えー、もうだいたい2万4000人から2万5000人に、ね、迫る勢いで、えー、皆さん、ね、登録していただいております。まだです、ね、登録されてない方はですね、えー、またあちょっと登録していただいて、他の動画もね見てみたいなという方はぜひよろしくお願いいたします。そして最後に公式 LINE 登録特典のお知らせです。 特典 1>, 1、副業株トレードで1日1万円稼ぐ方法というですね動画講義をプレゼントしております。こちらはですね、1日1万円トレードで稼ぐために必要な資金ですとかトレードスタイル、それから銘柄選定や当日の動き方など、僕はですね、重要と思っている要点をまとめた動画になっております。 そして特典2、うねり取り手法ですね、えー、こちらの動画講義、これが全9回になりますけれども、こちらをプレゼントしております。でこの手法というのは、スイングトレード向きの講義になるんですけれども、買い建てと売り建て、まあ、信用を、ねえー、る使うわけなんですけれども、これを使って利益を確保しながら伸ばしていく戦略、これについてです、ねえー、じっくりとお話ししております。 そして特典さん、僕はね、開催しております、株オンラインサロンですね。こちらの参加割引チケットをね、プレゼントしております。より詳しくですね、株トレードを勉強してみたいなという方はですね、ぜひこちらもご検討いただければと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。公式 LINE の、ね、登録方法ですとか、サロンの詳細に関しては、動画下の概要欄からぜひご確認ください。